はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。皆さんからのよくある質問に、どうやったらね、観葉植物とか植物を枯らさずにうまく育てられますかという質問があります。こちらですね、すごくこう難しく考えてらっしゃる方たくさんいるようなんですけど、実はね、簡単です。なのでこの動画をね、最後までご覧になっていただければ、もう確実に皆さんが枯らす人ではなくなります。なのでぜひね、その簡単な方法を皆さんも習得してみてください。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、でね、よく文献に書いてある、植物が枯れる理由、それに水不足とか日光不足とか肥料不足とか、あとは虫ですね、あとはエアコンの風かな、このぐらいのことがどれにも書いてあるんですけれども、基本的に何とか不足で植物が枯れることはもうほとんどありません。どちらかといえばね、その何とか不足の逆ですね、上げすぎで枯れることの方が多いんです。例えば一番最初に言った水不足ですね。水不足で植物を枯らすってものすごく大変ですよ。本当にもうね、ちょっとかわいそうだからできませんけれども、本当お水ずっと植物にあげないで、その植物が枯れるまでって、もう変な話、多分1ヶ月ぐらいあげないぐらいでは植物ってそうそう枯れないです。なのでもうこのね、水不足で植物を枯らすって、もう本当にこう何ヶ月もお家を開けるとかね、例えばそれでお水あげてなかったとか、そういうんだったら分かりますけれども、もうそうそうこの水不足で植物が枯れることはないんです。ただこの水のあげすぎですね、逆に毎日お水をあげてたらすぐ枯れます。植物ってとにかくね、こう常にこう水をあげてると、もうある程度以上は吸わないんですよね。吸わないのに根っことかぐじょ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 して、変な話、鉢に入ってる動きなんか特にこう鉢の土ってもう限られてるじゃないですか。その土がね、常にこう水に濡れてぐじょぐじょしてると、もう根腐れを起こして全部木が腐っちゃうんですね。根っこがもう根腐れを起こしたら一発で植物は枯れるんで、もうこの水の上げすぎ、これはね、第一番に植物を枯らす理由になりますので、皆さん気をつけてください。はい、次にね、日光不足ですね。この日光不足もですね、こう日に本当に当てないで植物が枯れていくには、さっき水やりをしないでって言いましたけど、それと同じぐらい結構長い時間ね、かかります。ただ逆にこのね、いきなり直射日光とかにバーンとこう当ててしまうと、よく葉っぱが茶色くこう葉焼けしてるのを皆さん見ませんか？あのね、もうああいう状態になってすぐに、ね、葉っぱとかに焼けちゃうんですよ。もうあれで常にこう焼かれちゃって、で葉っぱがダメになって、それで植物で、ね、死んでしまうパターンの方が、こう日光不足で死んでしまうパターンよりははるかに多いです。なのでもういきなりのね、こう直射日光とか、要するに徐々に例えば春先からね、だんだんこう日が強くなってくるのを毎日当て続けての直射日光だったらまだね、抵抗力があるんですけれども、例えばいきなりちょっと日に当ててあげようって真夏にポンって日なたに持ってったりとかしたら、一発で早焼けして死んでしまいますので、それはやめてください。はい、次に肥料不足ですね。よく肥料不足でこう元気がなくなったとかっていう書いてあるのもありますけど、僕ね、肥料不足で元気がなくなるって、もうそれもね、ほとんどないと思います。確かに肥料は必要なんですけれども、もう例えばもうやっぱりこの鉢のね、中で数年間この同じ鉢でのままで土を何もしないでいるとか言うんであれば、その肥料不足とかはありえます。ただ逆にその肥料不足、その長い年月ね、そこの鉢に入れていた場合は、肥料不足というよりは逆にこう根詰まりを起こしていた鉢の中で、
寝詰まりしても全然こう何も吸えない状態に根っこがなってしまっていて、それで弱ってきてしまうパターンの方が多いんですね。だからその何も吸えない状態になって弱ってきてるのに、そこにこうアンプル剤とかをブスブス刺してる人ってよく見かけるんですけど、もうあれはですね、吸えない状態なのにあのアンプル剤で養分をこうどん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 補給していって、どんどんそれに言って根っこが腐っていっちゃうんですね。で根腐れしてしまって死んでしまうっていうパターンが多いです。で最初に水で根腐れしたら一発でいきますよって、死んでしまいますよって言いましたよね。もう根腐れって本当に植物一発で死んでしまうので、まあ、そのこのパターンも根腐れを起こすパターンなので絶対やめてください。だから肥料の上げすぎは全く必要ありません。はい、次に虫ですね。まあ、虫で植物の景観上が悪くなるっていうのはね、見た目見た目が悪くなるっていうのはもちろんありますし、まあ、ちょっと見てね、いっぱいこう虫がついてたら、人観葉植物としてちょっと人間が見てこう不快な感じを覚えてしまうことはあるかもしれませんが、まあ、植物自体がその虫によって死に絶えるっていうことはもうほとんどないんですね。例えば葉っぱ全部食べられてしまってもまた葉っぱ生えてきますから、もうね、外にある植物なんて結構虫ついてるの多いんですよ。それでも全然こうその虫によってその植物が枯れてしまったりということはないんですね。なので虫によって枯らしてしまうということはもうほとんどありませんので、その枯れる理由にはなりません。これも次にね、このエアコンの風ですね。これはねちょっとね一時あるかもしれないんですね。このエアコンが常にねこう風が当たってるって、常にこうなんでしょうね、蒸散してしまうんですね、水分がね。それによってなんか弱っていく植物は結構多いんですよね。だからまあ風、クーラーの風が直接こう当たり続けてる場所っていうのは、植物にとって良くないので、それはねちょっとね避けてあげた方がいいと思います。はい、次にね、ちょっと今の時期ではないんですけれども、これ結構枯れる理由の一つになってしまうんですが、床暖房が最近お家でのスタイルでね多くなってきてるんですよ。それで、まあ、例えば今の時期からねずっと観葉植物を置いていって、冬になってパチッと床暖房をつけて植物が枯れてしまうっていうパターンが、ね、あるんですけれども、まあ、それも下から、床暖房って下から熱さられるじゃないですか。そうするとこの鉢の中がものすごく直接当たるんでね、熱くなっちゃうんですよ。それによってやはりここでも何が起きるかというと根腐れが起きるんですね。そう、根腐れが起きるとさっきも言ったように必ず植物は死にます。なので、床暖房は根腐れを起こす原因になりますので、ここはねちょっとちょっとしたケアが必要になります、冬になったらね。例えばブロックとか、レンガとか置いて、その上に、ね、一段高くしておくとか、あとまあ何でもいいんですけど、 台ですね、要するに台を置いてその上に置くとか、まあ、その台がない方は例えばね段ボールなんか1枚でも全然変わってきます。なので段ボールを引くとか発泡スチロールを引くとか、まあ、そういうことでちょっとねこの床暖房から植物を上に上げてあげる、これだけでねこの根腐れを起こす原因を防げますので、それはね床暖房の時はやってあげた方がいいと思います。はい、次に植物にとってやっぱ温度っていうのは結構大事です。で温度で死んでしまうパターンっていうのはね結構あります。多くのものが例えば暑いところの植物が冬ね日本寒くなってこう体感性がなくて、寒くて死んでしまうっていう、死に絶えてしまうというパターンはね、よくあるんですけれども、ただまあ今ね植物このお家の中の観葉植物に関しては、まあ、地域性もあると思いますけれども、まあ、基本ね温度管理は人間がこう生活していく上でねある程度はできてますので、急激なね高温度変化っていうのはねないんですよね。まあ、ただ外に植えたるものに関してはやっぱりね冬になるともう一発でこう死に絶えてしまうんですけれども、
まあ、お家の中でしたら観葉植物に関してお家の中でしたらね、例えば熱帯のものが冬越冬できないかというと室内だったらそういうことはありませんので、まあ、それがね直接の一発での植物が枯れてしまう原因っていうのにはならないと思いますが、ただ、ね、外の植えたるものに関してはもう一発でこう温度で寒さが来るとね、枯れてしまうので、そこはね注意した方がいいです。はい、今までのことを総称して言うと、植物を枯らしてしまう理由っていうのはもう皆さんお気づきだと思いますが、ほとんどが根腐れなんですね。あとね、根腐れでなくて枯れてしまうポピュラーな植物というと、ベンジャミンなんかが代表格なんですけれども、あの子はですね、いきなり葉っぱがバラバラ落ちてくるんですね。まあ本当何の理由もなしにと思ってる方が多くて、いきなり落ちてきたって人が多いんですね。で枯れました。あれはですね、あれの子に関しては風通しが良いところでないと葉っぱがバラバラ落ちるというね特性があるんですね。なので、まあ、例えばこう風通しの良いね、あの窓際とかにこう持ってってあげると、それが解消されます。まあ変な話です。あの外とかに置いておくと全然あの葉っぱ落ちないです、ベンチャーはね。なので、まあ、そういうものもありますけれども、それ以外ほとんどのものは、根腐れを起こすと植物は枯れます。なので根腐れを起こす原因を作らなければ良いということになりますね。なので、まあ、一番ね、の原因は水のやりすぎなんです。水のやりすぎですぐに根っこ腐ります。もう常にジメ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 させてると、もうすぐに殺してしまうので、そこ気をつけてください。もうほとんど、ね、さっきも言ったようにお水やらなくて死ぬことほとんどないです。なのでもうカラッカラになるまで、もうちょっとこうグタッと欲しいよっていうぐらいまで、もうほっぽっといて、一気にダーッと水下、鉢の下からね水が出るぐらい上げて、またずっとその欲しいよっていうまでほっぽっとくのが一番枯らさない水やりの方法だと思います。毎日ねこう植物を可愛がるように毎日毎日こう水をあげてると本当にすぐ死んでしまうので気をつけましょう。あとね、肥料のやりすぎもさっき言ったように根腐れを起こします。なので肥料のやりすぎも注意しましょう。あとはですね、さっき言った床暖房ですね、床暖房も根腐れを起こしますので、床暖房もこう一つね上げるとか、一段上げ高いところに置くとかね、台を置くとか、段ボールを引くとか、そういう、ね、ケアをしてあげれば、防げますので、そういうようにしてあげてください。まあ、あとはですね、鉢、長年置いといて鉢の中で根詰まりしてしまっている状態、これはですね、やっぱりこう根っこの関係ですね。もうこれ以上吸えないよって言って何も吸収できなくなってしまうので、それで弱っていくパターンが多いんです。そういう時は鉢を、ね、大きくしてあげれば、全てこう解消されますので、鉢を大きくしてあげて今と同じような、水やり方法とかね、肥料の方法とかを取ってあげれば問題はないです。特にね、アンプル剤を肥料の前にブスブス打ってる人いっぱいいますけど、あのアンプル剤必要ありません、全然ね。なのでもう本当に上げすぎないっていうことがね大事です。あと日もそうですね、直射日光ガン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 っていうよりはもう当てなすぎぐらいの方がまだ大丈夫です。特にね、モンステラとかポトスとか、ね、この辺もポピュラーな植物ですけど、あの植物はですね、もともとこうアマゾンとかの、ね、ジャングルの中に育ってたものなんで、もともと鬱蒼とした薄暗いところにいたものなんですよ。結構ね、そういうものって多いんです、観葉植物でね。例えばこのアビスなんかもそうですよね。このなんかも日当たりというよりは鬱蒼とした 木のね、森の中とかにいるじゃないですか。だからもうこういう系のものってそんなに日光必要ありません、もともと。なのでこういう直射日光にガンガン当てるともう葉焼けの原因になりますので、もうそういう意味ではね、上げすぎより上げなすぎぐらいの方がまあちょうどいいです。はい、まあね、この日光が好きな植物というのもありますので、そのあたりはね、一個一個ちょっと特性が違うので、その子の特徴をね見て調べてみてあげてください。
はい、またねその後の特徴とかは今度ねお家に置いたらいいよ、うん、育てやすいよベスト10観葉植物みたいな動画も作りたいと思ってますので、そちらの方も、ぜひご覧になっていただけると、これからね買う方は、目安になると思いますので楽しみにしてください。はい、ではですね今日は植物が枯れレビュー、まあちょっとねダラダラとお話ししてしまいましたけど、今日言ったことを守っていただければまず植物を枯らすことはないと思います。だから私は常にこう植物を枯らしてしまうっていう方ねいらっしゃるんですけど、もう本当に枯れません。なのでぜひね植物育ててみてください。ではね今日はこちらで動画を終了したいと思います。またねこの動画がいいねと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。またチャンネル登録をしてくださる方が増えてとっても励みになっておりますので、ぜひ皆様チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。